皆さんこんにちは、フラットパパです。今日はですね、今バイパス8号線走っております。この信号を右曲がると100万ボルトのとこですね。これまっすぐ行って野々市の忍野の方、忍野方面向かっております。時刻はね11時半ぐらいかな今。まあお昼からね、まあ、金沢方面、野々市通過して金沢方面行くんですが、まあランチタイムなのでね、何か食べようかなと思いつつ道中走っているんですがね、ここら辺ね何あるだろう、ちょっとね右の方行ったりするとあるんですけどね、何かあるかなと走ってたら、この左側にねコーヒーランチっていう上りがあったような気がしたので、ちょっとね U ターンしてチェックしてたら、やっぱりねランチとかコーヒーっていうのがあったんで、これ U ターンしました。しかる場所で U ターンしてですね、この忍野西の信号を過ぎたとこにね、これゴルフショップ、ここちょっと入るとゴルフショップなんですけど、やっぱりランチって上りあるんでちょっと入ってみましょう。到着。場所はですね、野々市の忍野ですね。店名がゴルフワークス&G ロケーションプラスワンですね。 G ロケーションプラスワンっていうのがランチやってるところなのかな。こんな感じですね、ゴルフワークスコーヒーランチとあります。こちらですね、入り口は奥の方ですね。ここちょっと中入りましょうか。お邪魔しまーす。ということで、まあカウンター座りましょう。はい、税込み1000円なんですけど、はい、プラス200円でお好きなソフトドリンクも。あ、本当だ。何しようかな。はい、じゃあ僕はあの若鶏の唐揚げ香味ソースがけで、はい、はい、お願いします。メニューです。本日のランチっていうのがね、中華ランチなんですけど、週替わりで数種類の中から選べるっていうことで、若鶏の唐揚げ香味ソースがけにしました。というかこれ店内めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。これバーのような感じで、カウンターが長くてね、もうボトルが並んでおりました。でドリンクメニューもありますよ。食後のドリンクは200円でソフトドリンクいきます。店内です。メニュー見るとね、中華のランチなんですが、お店はものすごいおしゃれ、バーのような感じの、パブのようなバーのような、もう本当におしゃれな店舗ですね。でカウンターの後ろ側、ここですね、入り口側にもカウンター席があってですね、入り口入って左側、なんかルームみたいな、なんだろうこれ、ビップルームみたいな感じのソファー置いてありました。おしゃれ、すごいねこれ。そしてカウンターとこにね、これコンセントが何箇所もありました。こういうのいいですね。はい、
ホームランになったら、2とかなんかで、ね、それこそ多くなる。今もあるんですわ。うん。で、消えた方も分かってる。コーヒータイム、コーヒータイム、コーヒータイム、コーヒータイム。ごちそうさまでした。ということで今回は野々市忍野にあります G ロケーションプラスワン、11時から3時ぐらいまでね、平日、日曜日定休日みたいなので平日ね、中華の週替わりランチ楽しめました。おしゃれな店内で美味しい中華食べて、これで午後も頑張れそうです。皆さんもぜひぜひ行ってみてください。じゃあね、バイバイ。